アレクサンドル・ミハイロビチクラスノシチョーコフは極東共和国の主犯であり、レーニンの承認の下で極東共和国を建国した。クラスノシチョーコフはウクライナのチョルノーブイリ出身のユダヤ人で、キエフで革命運動に身を投じる。メンシャビキ国際派に近かった。弾圧を避けてアメリカ亡命後、ニューヨークのマンハッタンで、 医療関係の労働者となり、アメリカ社会等で活動しながら、ニューヨーク私立大学や幹部で学ぶ。ポーランド系ユダヤ人女性と結婚後、シカゴに移りペンキ屋兼内装業を営む。並行して、シカゴ大学や幹部に通い、イリノイ州弁護士の資格取得。シカゴ市内で、法律事務所を開業する一方、ユダヤ人の若い移民に教育を施す。 シカゴ労働者学校の初代校長兼教育主任を務めた。ロシア2月革命を契機にシカゴを引き払い、太平洋、横浜、鶴ヶ経由でロシアを目指し、1917年8月、ウラジオストクに上陸した。直ちに、ボルシェビキとして、地区ソビエトに参加。10月革命の法を受け、ハバロフスクに作られた、地方政府。 極東地方ソビエト委員会で議長に就任。独自通貨の発行も行ったが、シベリア出兵を行った日本軍に攻められ、委員会は解散。クラスの市長コフは、日本軍の追求を辛く物逃れたが、白系コルチャーク軍に拘束され、イルクーツク刑務所に収監された。1919年ぐれ、チェコ軍団によって解放され、 共産党イルクーツク地区委員会議長に迎えられた。白軍と手を組んでいた日米英物など干渉国軍のシベリアでの攻勢を受けて、レーニンは火の手をヨーロッパロシアに及ぼさないための干渉国家を構想し、1920年4月6日、ウランウデを首都として極東共和国が成立。クラスの市長国は、 レーニンの指示を受け共和国初代大統領に就任した。首都をタに移した同国は、モスクワ政権の区別を宿命づけられていたが、クラスの主張国府は、独自にアメリカ型の自由主義経済を一部取り入れたり、ボルシェビキ以外にも、ソ連では、非合法政党の社会革命党や自由主義者、派手は、王党派まで、その存在を認め、また、男女平等を掲げ、 進歩的な憲法を制定するなど自由主義的な寄付を持った国家づくりを目指していた。そのため、協情主義的なボルシェビキ活動家とことごとく対立、結局モスクは出張中に大統領職を解かれ、二度とシベリアに戻れなかった。レーニンが新経済政策を開始すると、アメリカをはじめとする干渉勢力はロシアから撤退し始め、極東共和国も、 役割を得て消滅する。高等教育を受けていない、そやな人物が突然観光庁の舵取りを任される、ケースが多かったモスクワ中央にあって、法律のみならず、財政金融の知識もあったクラスの市長コフは再び、例人に見出され、財務人民委員部、第二次官、ついで全ロシア商工銀行頭取に抜擢された。しかし反ップ勢力の攻撃対象となり、 冤罪裁判にかけられて失脚。服役後、ノーム人民院員部参加の新選事業発、公社責任者として復活したが、1937年、スターリンの大粛清で無実の反逆罪に問われ、銃殺。1956年5月、雪解けによる、名誉回復。遺骨は、モスクワのドンスコエ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。